八方園とは、東京都港区白金台に所在する、1万2000坪の敷地内に、庭園のあるレストラン、結婚式場である。明治学院大学、シェラトンとホテル東京と近接している。庭園の名称は、四方八方どこを見ても美しいに由来する。江戸時代前期には、古代の江戸幕府旗本、大久保忠隆の屋敷であったが、その後薩摩藩の輝屋敷。 島津市の下屋敷を経て、明治時代に渋沢喜作の手に渡る。1915年、実業家、久原房之助邸宅寺に、現在の建物と庭園が整備された。戦国原は、銀座や築地で料亭などの経営を手掛けていた、長瀬都市寺に、海外からの旅行者向けに、日本庭園を生かした本格的な料亭の共同経営を持ちかけ、自ら、 八方園と命名し1950年に創業。数年後全面的に長谷川の所有となり、経営が本格化した。現在の八方園は株式会社八方園により運営され、結婚式場やパーティーなどにも広く利用されている。利用者は広大な庭園を散策でき、庭園内には横浜でキートの貿易商を営んでいた。 田中平八の建てた茶室が移築されている。ありがとうございます。